じゃあこんにちは、豊さん、はい、明治大学の宗山選手、はい、今 X でも非常に話題になっているんですけれども、うん、先日巨人との三軍戦に出場して二塁打を、2回ですかね、2度放つなどさらに注目されています。でこの動画でも実はね、うん、去年も動画確か上げてると思うんですけれども、今年争奪戦になるんじゃないかと言われています。そうだな、はい、どっちがプロかわからんなそれで X でみんな、いやそのぐらいこうなんていうの、洗練されてるというかさ、はい、力みがないというか、はい、自然体で普通に力を出せてるなっていうような感じがするよね。でこの今3番ショートで出場して、うん、はい、でバッティング守備ともに非常にいいというふうな評価を受けてますけれども、うん、まず豊さんどちらの映像も見たとは思うんですけれども、はい、まず守備はショートとしてどうでしたか。いやうまい、うん、やっぱこうなんていうのかな、変な力みがないし上体に力が入ってないんで、はい、まあ、スムーズさを感じるよね。なるほど、うん、ただ今宮みたいに決めがないんだよ、はい、うんうん、例えば取るステップ踏む投げるという強さというよりは、まあ、源田のようなこう流れる綺麗さっていうのは感じるけども、はい、まあだけど俺はどちらかというと今宮の守備の方が好きなんで、うん、守備に関しては好きとは言えない。でもうまい、うまいはうまいのはうまい。これ X にあったんですけれども、明治大学さんプロ相手だからってショートに源田使うのはずるいっていうふうにも書かれていて、やっぱり細かい足のステップから右足で補給して左右で投げるのマジ半端ないわというふうに X でポストしている方もいる。その源田選手っぽい、まあそうだな、まあ三遊間のちょっと一つさばいたやつがあるけども、はい、まああれでもやっぱこう今の段階であれができるっていうのは素晴らしいセンスはしてる。はい、だけど俺が求めようとするのはあそこで踏ん張って思いっきりギャンと投げてほしいんだよね、はい、体を使ってノーバウンドでね、はい、うん、そういう強さが欲しいなっていうのは欲だけど、はい、思う。確かにノーバウンドではなかったですよね、うん、いやだから、まあ、そこら辺がセンスの塊なんだろうけども、はい、だからそのセンスに頼るんではなくて、うん、やっぱ力強さっていうこともちょっと多少はちょっと必要かなっていうふうには思うね、うん、あとはまたこれもつぶやかれてる方なんですけど、守備の一歩目の動き出しもいいというふうに、うん、いやそれはいい、だからそれは変な力みがないし、はい、やっぱボールをこう第一バウンドからどこに来るかっていうのは捉えられてるよね、うん、だからもう取る位置がもうパンとバウンドした瞬間にここっていうのが大体決められてるという、はい、いやだから非常に非凡なものを感じる、うん、あとは足もそうなんですけれども、一塁への到達タイム 4.1 秒切るくらいということなんです。これは足の速さ的には特に、ね、バッティングの、あそうです、あの、まあ、打ってから打ってからです、まあ、4.1 切るぐらい、まあまあ早い部類になるのかなっていうのは思うけど、あんまりそこは意識したことないね。打ち方によるからね。あ、まあそうですよね、どういう打ち方によってというのはありますよね。あとは例えばミート力が抜群と、パワーもありながら堅実な守備も持ち合わせているということなんですけど、このバッティングの今度ミート力っていうのは、あの腰の座りがいいな。腰の座り、うん、打って下半身をこう使うというか、うん、下半身の強さで飛ばしてるっていう感じがするよね、うん、だからそういった意味ではそのミート力も含めてなんだろうけども、はい、腰が入った腰が座ったバッティングができるというかね、うん、こう小手先で打ってないというか、はい、だからその長打にもなるし、うん、まあ、パンチ力も生まれてくるということはあるな、うん。でこれに対して、ファンの方はもう全力で宗山選手を取りに行くべきというふうに巨人ファンが、あ巨人ファン、ね、それは欲しいよね、いたらいいよね、はあ、でもこうショートというと、まあ、今門脇選手いて泉口選手もいますけれども、この宗山選手タイプっていうのはまたその2人とは全然違う。いやいや、それは逸材だよ。逸材だから、まあいても邪魔にはならないし、はい、他の選手が邪魔になるぐらいになってくる、どかすぐらいの、まあそのぐらいのセンスはあるな、うん、いいね。そのバッティングっていうのも今3番ですけれども、やっぱり3番タイプなんですか。まあ、3番タイプでもいいし1番タイプでもいいし、うん、言えば3番タイプだろうな。あ、言えば3番タイプ、うん、あとなんか好きなプロ野球選手が森下選手みたいっていうのも書かれてる。森下って誰？あの阪神の中央大学出身の森下、はいはい、あれじゃないの？
ていうふうにも広島の明治のピッチャーの森下じゃなくて、はい、ですね、森下翔太なのでおそらくこれ阪神ですよね。いやいいんじゃない。なので阪神ファンももう阪神に来てくれというふうにあそうだな、はい、言ってるんですけれども、いやでも森下に魅力を感じるっていうのは、うん、俺も感じるよ森下に、あそうなんですか。そう、うん、だからまあ完成品ではないけど、はい、あの思い切りだとかね、うん、あの屈託のないプレーぶりっていうのは、うん、俺もなんか憧れる部分であるよ。ああ、いや本当に本当に、はい、だから全てにおいてこう全力でね、はい、やるっていうあの野球スタイルっていうのは憧れてもおかしくないなというふうには思うよ、うん、あそうなんですね、うん、尊敬してんのかないやまあまあでもいいと思うよ。で今年のドラフトの注目選手の一人でもありますけれども、うん、どこか競合したりとかしそうな予感はありますか。いやそれは競合するとは思うけど、うん、まあオリックスはいらないな。まあいますもんね、うん、確かにオリックスはいらない、うん、で横山っていうのもいるし。そうですね、いらない、うん、阪神はやっぱピッチャーが欲しいんじゃないの。ということは宗山選手にはいかない。多分、うん、広島もいかない、うん、いますね。そうですね、うん、広陵出身とはいえですよね。いらない、うん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 、いやいるかいやどうやろうな。どうなんですか。でも DeNA は欲しいと思う。そうかそうか。ヤクルトも長岡育っちゃったからな。そうなんです。でもいや哲人のこと考えるとセカンドコンバートっていうことでは可能性はあるよね、うん、だからまあヤクルトもでもあそこはピッチャーだろう。まあそうですね、ヤクルトピッチャーが大優先になってくるよね。そうですよね、うん、ということはドラ1に、まあ、指名はしない可能性ありますよね。ということは DeNA で今宮の後継者としたら、うんうん、ソフトバンク、ソフトバンクでもイヒネが取ってんだよね、はい、だからそれが成長するっていうことを考えると、うん、ちょっといらないかな、うん、まあ楽天、うん、でなんか日本ハムは高校生で行きそうな感じがするんだよね。あ高校生ですか。まあピッチャーか高校生か、はい、だから宇野とか行きそうな感じがするし。あそうか。だかそんなに多くは競合しないような気がする。西武は。西武いる。まあ源田選手いますけれども。まあまあでも外崎をね、うん、他にコンバートするっていうことを考えると、うんはい、まあ、セカンドは空くわな。そうですよね。まあ、外崎はセカンドやらせよりも他やらした方がバッティングに影響がないと思うし、うん、まあ、その方がいいかなと。まあ楽天とかは欲しいんじゃない。楽天、うん。うん、そうだ。複数だ。まあロッテも欲しいかもな。ロッテもか。そうか。上田キュートと宗山の三遊間。ははないか。いや分からないですけれどもね。そうかそうか。どちらにせよ何球団かはドラ1で行きそうですかね。いや結構ねピッチャー、うん、いいピッチャーいるんだよ、うん、今年は、うん、そうなってくると野手に行ってる暇はないかもからな、まあ、そしたらやっぱ一本釣りできる可能性がある。うわーそうなんですね、うん、野手欲しいところに。でも DeNA もピッチャー欲しいしさ。そうです、ね、今年ピッチャーがで楽天もやっぱピッチャー欲しいじゃん、うん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 、そうなってくると本当にピッチャーが豊富で、うん、内野手がっていうことになってくるとソフトバンクっていう可能性はあるな。そうなってくるとそうか。あそこはやっぱピッチャーは育ってるからね意外と、うんっていうとあの意外と穴場といったら変ですけれどもね、一本取りそうな中日とかだよ。あ中日か村松選手いますけれども。あ明治同じ。そうか明治で。いやそしたらセカンドにやらせばいいじゃん。田中幹也。田中幹也はどっちみち1シーズンは、うん、無理ですっていうことを考えるとやっぱこうパーツで置いときたい。いやなんかちょっとでも想像を浮かびました。あの立浪監督がこうちょっと笑いながらあのニヤニヤしながらなんかこうドラフト会場にいるところが。でもね DeNA も宗山を取ったらショートが決まるわこれ。そうですよね。ああようやくですよね。そしたらもういろいろ動かなくていいと思う。そうか。でも例えば森選手とか。いやもう林選手とか。いやもうその宗山になってくるとやっぱ物が違ってくるからさ。そうなんだ、うん、そ
そうか、だからピッチャーを、いやだからもう彼らがしっかりショートをね、うん、できるだけのものを作り上げときゃ取らなくて済むよ。そうです、ね、だから宗山って出てくる自体俺の中で、うん、ショートって決まらないんだもん。確かにそうです、ね、DNA が、うん、いやそれだったら宗山を取って決めた方がもう早いって。これはじゃあピッチャーを2位指名にしてでも1位行ってもいいんじゃないですか。それはしょうがない、うん、2位指名だったらもし1巡目で出てこなかったら2位指名するところは出てきそうですか。宗山は、はい、ありえない絶対1位でどっか行きます。多分1位で行くと思う。あ、そっか、一本釣りもしくは外れ1位って言われている、うん、そりゃ2位まで残ってたらそりゃみんな取りに行くよそうですよね、嘘やろとか思って取りに行くよ確かにな、そうそりゃもう守備のハンドリングがもう抜群だからね。ですよね。ということは DeNA がピッチャーを2位指名にして1位をこの宗山選手で行ってセンターラインに、まあ、セーブとかも本当に可能性あるな、うん、まあ、ピッチャーがいるだけでね、はい、となると、まあね、今回はこの宗山選手ピックアップしましたけれども、他に例えば大学生ピッチャーだと金丸とか、ね、はい、金丸投手もいますし、から中村投手、中村もいる、はい、高校生もね、以前取り上げましたけれども、まあ、藤田198センチでしたっけ、相模の藤田、ね、はい、で、報徳の今朝丸いるんだよ。いますね、ピッチャー。そうですね、今年ピッチャー市場になりそうなんですかね、人気なのは。もう毎年そうだよ、ピッチャーはもう自然的に多くなるよね、うんうん、それはもうピッチャー市場になるよ、うんうん、その中の風穴を明かすのが宗山っていうふうには思ってるけどね。そうか、うん、もう今くらいの時期って各スカウトの方たちとか球団の方たちはどの選手を行こうかっていうのはもうピックアップはもう、まあ、ある程度もう甲子園も見に行ってるしさ、うん、やっぱもう確認作業に入ってるよね。うわ、そう、その代わりプロ志望を出してくれないと、うん、ドラフトできないから、はい、だからそこら辺も出すのか出さないのかっていう話し合いもしながら、うん、だから出した場合はこうやろうって、うん、もうシミュレーションはメンバーは出揃ってると思う、大体。もうそうなんですね。それはもう出揃ってるよ。そうか、だから去年とかで言うと今年は名言言いませんとか牽制試合がすごかったですよね、去年は。まあ牽制し合ったのは1チームか2チームじゃない、阪神とかで岡田監督言わなかったんでしたっけ、確かどっかのチームの監督とかは内緒ですみたいな感じで言ったり、その前の年はほぼ12球団、いやそうだよ、全部言ったんですよ、なんか牽制しててっていう。で阪神が高松商業の浅野選手行かなかった、行ってダメだったのか、行ってダメ、あれも森下選手取れました。そうそう、あ、そうかそうかそうか、いやだからなんていうの、もう取材禁止だよそういうところも最初から面白くなるな、デキレースはな、そう、あれ読み上げてうわーってなるのが、そう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 、去年でいうと渡来選手が中日一本釣りじゃないかって言われていたところに DeNA とか、あとロッテでしたっけが来てうわーってなった。ロッテも渡来行ったんだっけ、確かそうだったと思うんですよ。で DeNA が引いたっていう、なんかそのうわーっていう、ここで確かみんなで見ていてうわーってなんかなった記憶があるんですけど、なんかね、今年もそういう風になるのか、牽制し合うのか、まあでも、まあ、宗山はもうとりあえずドラフト1位で消えるだろうし、うん、まあ、あと金丸、中村、藤田、今朝丸、はい、で西川、青学、外野手、そうだな、はい、とか、まあ、そういう人たちはドラフト1位で消えていくのかなっていう。あ、早くもそうなんですね。まあ、高校生はまだ分かんないけどね。あ、そうですね、プロ志望、高校生は分かんないけど、うん、まあ、だけど大学のピッチャーの金丸、中村とかはドラフト1位で消えるかなっていうところはあるよ、ね、そうですかね。藤田とか今朝丸って高校生だから、はい、他の社会人とか大学生より即戦力をどういうふうに取っていくかによって、はい、まあ、1位になるか2位になるかっていうのは決まっていくから、だからまだちょっと流れがわからないよね、ドラフトも。確かに去年は確か社会人だったり大学生でほぼこう上位を占めてるチームって多かった。いや、もう巨人が全員社会人だから、あの西舘投手だけが大学生で、ね、大学生でね、だからみんな即戦力を取ったんですね。そうですよね、だから今年の流れっていうのももちろんねあると思うんですけれども、このチャンネルももちろん今年も俺は追っていくよ、え、プラスアルファドラフト会議即出しというのをやります。まあそうだな、はい、あのドラフト会議、まだ早くないかお前いやもう皆さんぜひ相当あるぞお前まだ
と思いきやもうすぐですよ。ああ、そうそうです。なのであのこのチャンネルも3年生の振り返りがまだ何回あると思ってんの相当しんどいんだからそっち。そうですよね。そうそうそう。まあね、プロ野球もあの非常に佳境入っていますけれども、今年のドラフトでね、選手たちがどういうふうな注目のされ方をするのかもちょっと楽しみにしていきたいと思います。はい。